皆さんこんにちは。今日は長野県松本から群馬県の高崎まで移動する間の観光をしていきたいと思います。早速松本駅に来ました。松本駅は JR が走っています。まずは長野方面篠ノ井という駅まで戻っていきたいと思います。前日に買った信州往復切符、こちらは往復長野と松本の往復ができる切符で1500円で売っています。帰りは篠ノ井までですが990円本来であればするので十分元が取れています。篠ノ井という駅は少しこう分岐の駅になっていまして、ここから南側群馬側の方に進むには新幹線の並行在来線ということで第三セクターになってしまった信濃鉄道というものに乗っていきたいと思います。もともとは信越本線でした。一度北の方に上がって、また南の方に戻っていきます。乗り換えまで時間がありましたので、せっかくなので篠ノ井という駅周りどんなところなのか見ていきましょう。篠ノ井駅を出ますとこのような景色です。大通りがあって駅前にモニュメントもあって街自体は大きそうです。繁華街あるのかなと思っていろいろ探してみたんですけど、こんな感じでしたね。昔は結構栄えていたのかもしれません。スナックが何軒か固まってありましたので、大通りはしっかりとお店、昔ながらのお店ありましたし、古くからやってそうなお菓子屋さんとかもありましたね。ここは夜になったら営業があるんですかね。ちょっと調べたんですけどなかなか営業実態っていうのは分かんなかったんですが、こんなような路地に入っていくとこういった風景も見られるようなところでした。もちろんね、栄えてる街じゃないとこういうところもなかなかないのかなと思うので、この駅前の大通りも結構長かったんですよね。こう15分ぐらいの空き時間では最後まで見ることができないぐらいは広い街でしたね。さて信濃鉄道、こちらに乗り換えていきます。上田までは580円でした。こちらすぐ近くを新幹線が通ってるんですね。もう本当に隣です。すぐ隣を北陸新幹線が走っています。さあ信濃井には新幹線は止まりません。高崎に行くには新幹線でないといけないのですが、まずはその新幹線駅である上田に移動してまいります。上田へ行くには信濃鉄道、こちらを使っていきます。さあ上田に着きました。六門という有名な観光列車がありますね。こちらは電車の中でご飯が食べれたりというところですね。結構豪華な、お値段も結構するような電車だったかなと思います。さあ上田の駅前、ここは結構何回か来てるんですけど、今日はどうしても行きたいところがありました。それは駅を少し横に入ったところにある中村屋さん、肉うどんが有名なお店です。こちらの肉うどんは肉が馬の肉なんですね。出汁を取った馬の肉ということでちょっと硬いのかななんて想像したんですけど、柔らかいんですね。これが、この馬の肉がとっても柔らかくて、この肉うどん600いくらなんですね。すごく安いと思います。さてお次やってきましたのは宮沢さん、鰹節のお店ということでやってまいりました。私は 50g240円いただきました。料理にね早速使ってますけど、とっても美味しいです。さて続いてやってまいりましたのは五十鈴飴本舗という看板があるこちら、なんと建物が国の登録有形文化財なんですね。どんなお店かと言いますと、こちら五十鈴飴という、こちら宝石のように光る寒天のゼリーを固めたような印象のあるお菓子ですね。いろんな果物の味があります。こちら無添加のお菓子ということで有名です。こ
ちらの本店では生みすず飴というものも売ってるんですね。もともと柔らかいみすず飴なんですが、こちらはさらに、まあ、生食感が楽しめるものですね。こちらのお店は建物もさることながら、まあ、みすず飴という名物の他に、まあ、ジャムだったりいろんな商品があります。この建物に来るだけでも結構楽しめると思います。落ち着く空間ですね。長野県内大きな駅であればみすず飴は買えますけど、上田に来た際にはこちらのお店に寄りたくなる、そんなところです。さて、そろそろ時間がやってきたので新幹線に乗って群馬に向かいたいと思います。新幹線を使っていくと高崎なので3390円と書いてますね。この時キャンペーン中で JR のポイント1000ポイントで、まあ、行けるというキャンペーンやってたんですね。なんでせっかくなんで、お得ですよね。1000ポイントで3390円分のところ乗れるわけですから。さあ、新幹線朝間というものに乗っていきたいと思います。新幹線だとあっという間ですね、群馬まで。さて、今回は長野県上田、そして篠ノ井ですかね、中心に見てみました。いかがだったでしょうか。ただの移動で終わらせず、ちょっとね、街の歴史なんかも知れてよかったんじゃないかなと思っています。動画を最後まで見てくださりありがとうございました。次回は群馬の県民割を使った宿泊についてちょっとまとめたいなと思ってます。動画がいいと思ったらいいねやチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。